い、おはようございます。山田店長です。イエーイ。ってことで朝のライブ一発やっちゃろうかなと思ってます。で早速ですけど、題名の通りテレビ局にやられたよって、何をやられたかめっちゃしょうもないけど、昨日です。あ、じゃあまずね、6月、今年の6月にテレビに出たんですよね、地元の、カチカチワイ、もう忘れた、カチカチワイのなんちゃらっていう、その中で、わらしべ長者の旅で僕がシールもらって、さらに次の人にプレゼントするものみたいなのを出してくれって言われて、何出そうかなと思って、 3人掛けのソファーをドーンって出したんですよ。めっちゃでかいやつを受け狙いで、まあちょっと傷入ってますけど、でまあ出したんですね。でそれあまりにも大きいんで、次の人がいらんかもしれんからってことで、まだ別の商品出したんですけども、これはもうプレゼントにしましょうって話になったんですよ。3人掛けのソファーはあまりにも大きいから、ただし条件として引き取りに来てくれる人、うちに、会社にですねっていうので、こう当日放送してもらったんですね。まあ一つ、ちょっともう一つだけ言うと、そこで中古品って書かれたんですよ。実は中古じゃなかったんですよ。ちゃんとアウトレットで誰も使ってない、ちょっと傷物っていうやつだったんですけど、まあそれはそれでちょっと一悶着あったんですけど、まあそれはいいです。でそれが6月頃の放送があって、で全然テレビ局から連絡なかったんですね。その当たったよとか、あの当選者決まりましたってなかったんですよ。1ヶ月経って2ヶ月経ってなかったんですね。で、あ、これはさすがに、まあ僕の判断ですね、あ、これはこんなと、結局あんまり大きすぎたし、これはいらんのかと、中古品って出たし、まあまあ中古じゃないですよ、出たしいらんのかということで、あ、これ流れたなっていう判断したわけです、僕は。でもう売っちゃったんですよ。もう8月か忘れたけど、そんぐらいに。で、もうすっきり忘れてました。もう全然、もうそんなことすら忘れてました。ところが、昨日急に電話かかってきて、テレビ局から、ね、何かなと思ったら、また出れるんかなと思ったら、いや違って、そのさっきの話ですよ。ソファー決まりましたって言うわけですよ。えって。もう4ヶ月経ってるやんって。4ヶ月経ってますやんって言うたんですよね。そしたら、いや決まったんですよとか言うから、ありますみたいに言われて、いやもうないですよってとかなって、えどうしましょうって話になって、さすがにそれは僕は悔しいんですよね。やっぱせっかく当たってらっしゃってて、まあ、断ることもできますよぐらいの勢いやったんですけど、いやいやいや男に濁んないわと思って、ちょっとお客さんの電話番号教えてくださいってことで、その当選者の電話番号を教えていただいて、電話で話して、今日なんですよね。昨日の話だけど、今日取りに来られるんで、電話して、似たやつで、大きさも一緒ぐらいで、まぁ、ちょっとだけ質落ちるんですけど、なんとか見つけましたけど、これでどうでしょうって、もし気に入らなかったらいけないんで、メール送りますって話したら、いや、もう無料なんで、何でもいいよって言い方やったかな。いいですよってことで、まぁ、ことなきを得て今日取りに来るんですけども、いやびっくりした。そんなテレビ局とね、こんなチコチコやったことないんで、こんなもんかなって言われたらそれまでなんでしょうけど、まあまあまあそういうことがあって、悲しかったんですけど、悲しくはないか、まあそういうことがあったんですけど、でもね、よくよく考えたら、テレビに6月に出てからお客さんの数たるや、もうめちゃくちゃ来たんですよ。当時ですよ。もう1、2ヶ月ぐらいはテレビ見ました、テレビ見ました、テレビ見ましたで、もうじゃんじゃん来てくれて、今でもたまにテレビ見ましたっていう人が来るんで、まあ、それぐらいのことで、いやいや言うほどじゃないんですけども、ただ、もっと早く言っていただければと思ったんで、ちょっと悲しかったかなって話です。それともう一つだけ話すると、やっぱりいい話ばっかりしてますけど、やっぱね、光があれば影があって、陰があれば陽があれば陰か、まあ太陽と月みたいな、そのテレビに出たことによってすっごいいいことあったんですけど、やっぱり悪いことあったんですね。テレビ絡みで悪いことありました。ただもうあんま言わんがいいかな、これは、あんま言わんもし知りたかったら直接来たら教えます別に言ってもいいんですけど、やっぱりちょっと言いたくないかなってことで、まあ、この年になったらそれも受け入れるような度量になったかな、50歳もなればということで、まあ、そういうことがあったって話でした。
ってことで今日の放送これで終わりたいなと思います。ってことで今日も一日一生の精神でもう思いっきりいきたいなという山田店長でした。ありがとうございます。ってことですぐ消すぜ、パチッ。